始まるよ。ゲーム設定についての説明をします。神聖マスター・オブ・オリオンには3種類のマップタイプがあります。まず種族を予定通り人類、改造なしを選びます。3種類のマップとは円形、渦巻き、クラスタです。円形以外だと問題があります。渦巻きとクラスタを選択した場合通行できない赤いスターレーンがあり、通行できる範囲が小さいことに気がつくと思います。ビッグバン乱数を1に設定、これは後で説明します。ゲーム速度をすべて最高速度に設定してみます。タイムラインを5ターンごとに設定、もしかしたら後で公開するかもしれません。マップ説明の続きです。赤いレーンは中盤でマルチステートインシュレーターという技術を獲得することで、通行可能になるのですが、そこまでが長いんです。ゲーム中盤までソロプレイ状態になることもあれば、小さなエリアで1対1の対決になることもあります。円形マップだと相手の体勢が整う前に襲いかかることができますが、渦巻きかクラスタだと必ず相手の体勢が整っていることになります。それに相手がいて初めて役に立つ能力を持った種族は不利になるのは間違いありません。内政に役立つ能力を持った種族はかなり有利になります。よってゲームに慣れる前は渦巻きかクラスタマップでは公開するかもしれません。今回はゲームの目的の関係で難易度を普通にしました。本当は高い難易度でプレイしたかったのでクラスタマップで少しだけ難易度を上げてみることにしました。ところがリプレイ的に問題があります。最初はただ内省しているだけで面白くない内容になります。申し訳ないのですがそういうわけで今回も解説会になります。船の改造シーンが映っているのでついでに小ネタ解説。ゲーム最初からいるフリゲートを改造して爆弾を搭載すれば、海賊拠点を爆撃可能になります。これはリリース初期から存在する英文のガイドにも載っているネタですが、本来なら最初から搭載してほしいですね。そんな細かいところがまだまだ未補修になっています。続いてビッグバン乱数について説明します。ビッグバン乱数はマップ生成時における乱数の種になります。同じ設定で同じビッグバン乱数を入力すると同じマップが生成されます。もし、この動画の続きを見て、私ならもっとうまくプレイできると思ったら、設定を同じくして同じビッグバン乱数を入力すれば同じマップで遊ぶことができます。あらかじめマップ構成を知っている状態でプレイできるので難易度が下がります。続いて式と税収の話。ゲーム開始時にまずやっておきたいことは税率アップです。税率を上げると人口の多い惑星ではサボタージュが発生することになります。士気が高ければこれを防ぐことができます。最初から存在する母星は士気にボーナスがありますので、高い税率に耐えられますし、新しく植民した星は、人口が少ないので税率の影響はありません。だからゲーム開始時は普段より高い税率に耐えられます。ちなみに税率を低くすると幸福度が上がって恩恵があるかと言いますと、そんな設定はこのゲームにはありません。必要以上に税率を下げるというのはこのゲームにおいて無駄にお金を捨てるのと一緒です。この辺も自動で設定可能な最大の税率にしてほしいところですが、今のところそんな便利機能はありません。士気が高いと税収に恩恵があると過去に説明しましたが、士気と税収の関係は今回説明したのがほとんどです。嫌がらせ程度の効果ですが、戦争中の敵惑星の上空に戦闘艦を配置するとちょっと士気が下がります。士気は技術獲得や建物の効果で上がりますので、ゲーム後半はどんどん金回りが良くなります。続いて食料と人口増加について、このゲームでは余剰食料が人口を増やす材料になります。余剰食料が増えれば、それに応じて人口が増えます。しかし、すべての惑星には人口上限が設定されており、人口上限に達した惑星における余剰食料はどんな恩恵をもたらすのかというと、幸福度を上げたり、余剰金が出るわけではなく、完全に無駄になります。余った食料を無駄にしないためにコロニー船を作ったり、民間輸送船を活用することになります。特に食料生産能力の低い惑星を成長させるためには、民間輸送船の活用は不可欠です。この辺に慣れてくると、内政の効率が格段に良くなります。
シーライゼーションではこういうことを行うと都市出力が下がったりして問題があるので、陥りやすい勘違いと言えます。この食料と人口の関係が成立しないシリコイドは、他の種族と違って食料による人口増加ブーストが使えません。シリコイドが人口を増やしたい場合は、戦争で他の種族をとっ捕まえて、それを増やして民間輸送船で領地内にばらまくということになります。現時点では AI はその辺の内政ができませんので、人間が操作する場合とは全く別物になってしまいます。さて、次に今回のリプレイのタイトルにもなっている人類の宿題の内容ですが、他の種族を特殊な状況に持っていくのにどれだけ手間取るか調査するです。今回のマスター・オブ・オリオンではプレイヤーの戦力が高くて AI の戦力が低い状態で平和が続くと、AI の有効度が上がってプレイヤーにこびへつらう対応をするようになるのが確認できています。こういう状況になるには人類などが持っている外交特典の能力が不可欠です。他にやってみたいことは、AI を鉄砲玉にする。AI から技術をかつ上げする。AI から惑星をかつ上げする。などがあります。自分で書いていてもこれはひどいと思いますね。精神衛生上もよろしくないのでさっさと終わらせてしまいたいところです。それと今回は没にした目標ですが、マスター・オブ・オリオン2では好感度マックスで、他の種族に滅ぼされそうになった時、領土全部プレイヤーに差し出すってのがあったのですが、神聖の方では、その存在が確認されていないので没です。さて、今回の被害者、じゃなくて、接触種族は、クラッコン、シリコイド、ダーロックです。それぞれの力はあまり大きな差はありません。マップの構成上、空き地はないようです。そこで、次回はこのどれかに戦争を吹っかけてみようかと思います。コメントでのリクエストがあれば、それに従います。リクエストコメントを入力する際は、すでに受付終了になっていないか注意してください。それでは今回はこれにておしまいです。この悪党め。